ハッシュディアミー、10代の私へ。小さい頃から、歌手になりたいという夢があって、14歳の時に AKB48 に入って、こう一歩一歩夢に向かって頑張ってきたんですけど、その中で諦めようかなって思ったり、叶わないかもしれないっていう風に思ったり、こうその時の自分がすごいちっぽけに見えてしまったりすることもあったんですけど、でも、まあ、みんながいたからもあるし、こう夢を諦めずに走っていったら AKB48 がどんどん大きくなって夢を叶えることができました。なので私はその夢を、一つの夢を本当に熱心に追いかければ夢って叶うんだなっていうのをその時に実感して、でやっぱり一番の夢はこうソロとして皆さんに認めてもらえる存在になることだから、まだまだその夢は叶えきれてないので、これからも私は私らしく自分の夢を信じて頑張っていきたいなと思ってます。ラブ、ふういは板野友美でした。